今日の御言葉、マタイの福音書13章13節から18節。私が彼らに例えで話すのは、彼らが見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた予言が彼らにおいて実現したのです。あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない、見るには見るが決して知ることはない。この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返ることもないように、そして私が癒すこともないように。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。まことにあなた方に言います、多くの預言者や義人たちがあなた方が見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞かませんでした。ですから種をまく人の例えを聞きなさい。イエス様は多くの例えを用いて御国の福音を述べ伝えられました。例え話はイエス様を信じずに心が堅くなな人にとっては何の意味もないただの例え話でした。しかしイエス様を心の底から信じて救い主だと認める者には、この例え話は非常に価値のある話でした。多くの人はイエス・キリストを神と信じることができず、福音を理解することができません。しかし私たちキリスト者はイエス様の福音を信じています、理解しています。信じる者は幸いです。なぜなら私たちキリスト者は絶対にいつの日か救われることが決まっていて、それを私たち自身も確信することができるからです。 All for Jesus。